備北丘陵公園では12年前に巨大な虫かごカブトムシドームをオープンさせ、子どもたちに大人気となっています。ドーム横の森で行われた育て方講座には25組77人の親子が参加し、ベテランの飼育スタッフからカブトムシの住む環境や生態、注意することなど講義を受けました。そしてコナラやクヌギの木を細かくした床材、マットを飼育ケースの中へ敷き、カブトムシのオスとメスを入れて観察しました。正しく飼うとね、長生きもすることもできますし、しっかり、ね、観察することができます。生き物の、ね、面白さとか、ね、素晴らしさ、ね、命というところを、ね、目の前で見ていただければと思ってこの会をさせていただきました。